少し前にナドさんが私の家に遊びに来た時にお土産で持ってきてくれたチーズポッキー食べたいと思います。韓国ではすごく有名なコッコッコッチーズポッキー、日本語でチーズ炒めって書いてあるんですけど、それのねインスタント麺を食べたいと思います。でせっかくなんで1個は普通に食べて、もう1個はナドさんのアドバイスをねいろいろ参考にしながら私もオリジナルでちょっと作って食べたいと思います。まず普通にチーズポッキー作ります。この粉末スープ1個とこういう乾麺です。でどっちもお湯を入れて4分待ちます。でここに粉末スープ入れます。あ、すごいチェダーチーズの香りがする。オレンジ色の粉末です。なんか結構粉末スープたっぷりしっかり入ってました。ちゃんと粉がね絡みましたね、こんな感じで。はい、じゃあ食べたいと思います。まずねこっち普通に食べる。でこっちはね結構前にねプルタクポクミョンソースっていうソースだけ売ってるやつ紹介したと思うんですけど、これをね入れたいと思います。韓国では定番のプルタクポクミョンという激辛焼きそばのソースだけです。これぐらい入れました。でね韓国でちょっとね話題になってたこのチーズのスプレー、これもかけたいと思います。これねいろんな種類売ってたんですけど、私はチェダーとアメリカンのチーズ、とりあえずチェダーかけてみようかな。うわーすごいすごいすごい、ニュル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 、お面白い、これこんな感じでニュルニュルニュルっと出ました。麺と一体化してる。これ麺みたいですけど、この細長いのチーズですよ。チェダーチーズソースです。はい、じゃあ食べていきます。いただきます。あー、うん、とりあえずチェダーチーズベースで美味しいです。あのね、前韓国で新商品で出たリアルチーズラーメンっていうやつ、あれとは全然違う。なんかね、あっちは本当にもうなんか濃厚なチーズをドバッとかけてチーズチーズしたやつなんですけど、こっちは甘いチーズ、スナック系のチーズの味。あ、美味しい。こっちの方がね、インスタント感が強いです。あ、これ私も好きですね。美味しい。美味しかった。はい、じゃあねちょっとアレンジしたやつ食べてみます。うわ、プルタクポクミョンソースが入って赤色になった。結構ね赤くなっちゃった。チェダーチーズが入ってちょっとひっつきがうん、美味しい。これ美味しい。これちょっと待って、これこれこれチェダーチーズ、これなんかすごい塩っ気で、なんかねただのチーズじゃない、ちょっと味がつけられてる。これね、ちょうどいい量プルタクポクミョンソース入れた。辛いけど、なんかこのチェダーチーズと混ざり合ったせいか、すごいまろやかで美味しい。あ、こんな感じ。ちょっとね、ベタベタっとした感じになっちゃったんですけど、なんかクリーム感、カルボナーラ感。あ、美味しい。あ、おいしいおいしい、これおいしい。これうまく作った。うん、チェダーチーズすごいおいしい、これ。あ、これやばい、これ絶対トーストに塗ったらおいしいやつだ。
これチーズが混ざりきってない部分がねちょっとね見えるんですよ。チェダーチーズ、このチェダーチーズクリームが美味しい。なんかもうソースじゃないです、固体に近いんで、もうクリームですね。何個でもいける。で、これすごい美味しいやつ、日本でも売ってるかな。あ、ね、これ韓国のやつじゃないんですよ。外国、英語でバーっと書かれてるんで、まあ外国のやつなんですけど、これめっちゃ美味しい。しかもプルタクポクミョソースと混ぜて食べるのがめちゃくちゃ美味しかった。あ、ね、今日はプルタクポクミョソースをチーズポッキーに足したんですけど、プルタクポクミョン自体にこれを足して食べてもめちゃくちゃ美味しいと思います。わあ、これインスタント合うわ。っていうかね、絶対トーストとかパン系にも合う。もうこれでサンドイッチ作ったら最高だと思う。私はね、インターネットで買ったんですよ。まあ、よかったらね、気になる方はぜひ探してみてください。日本でも売ってる可能性あります。これ外国のやつなんで。これ今日紹介したのね、その、まあ、木パンで有名なナドさんがくださったやつで、ナドさんのお気に入りラーメンだそうです。で、ナドさんのチャンネルでもこれのね、アレンジレシピ何回か動画で出してるそうなんで、よかったらそちらも見てみてください。じゃ、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。